みんな寒くはないか。今日は盛り上がっていくぞ。5番サード細谷君。皆さんこんばんは。集まれ朝日役の細谷義正です。打ち切ってこそ。どうもありがとう。以上ですか。ありがとうございます。では岡本くん。朝日さんさすがっす。お帰りなさいませお嬢様。黒崎龍之介役の細谷義正です。共通点はエロいところだぜ。バカ。かっこいいの基準間違ってる。まずこれちょっと間違ってる。オーディション受かる？これ入ったら。受かる受かる受かる。じゃあ、じゃあ欲しい。欲しい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 。さあ、よし。はい、頑張れ。でも細谷くんは？細谷くんはいらないです。いらない。マジかよ。いらないって言っちゃった。いらないって言っちゃった。すごいな。欲しがってください。ゼロっていうね。ベルトが外れている。あ、おい、一生懸命頑張ります。はい、よろしくお願いします。熱くないの？気をつけて。うわ、マジで熱い。これ熱い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 。ああ、Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. 熱っ、熱っ。熱い。熱い、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 熱い。いやいや、めっちゃ熱い。任せてください。あ、行きますよ。はい。桜沢先生の F カップ美乳。桜沢先生の F カップ。はぁはぁしすぎでしょ。マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ちはやふるさん、綾瀬ちはや役の瀬戸あさみです。わたやあらた役の細谷義正です。真島太一役の宮野守です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちはやふるさん、はい、ついにね、こちら始まるんですよ。始まるんですね。どういう、今気持ちですか、細谷さん。もうね、放送が待ち遠しくて仕方がありません。テンパってます。いいですね、テンパってます。相変わらずですよ。変わらないです、6年間。天然ばっかか、ここ。細谷さんね、ちょっと天然なんです。ちょっと細谷さん。頑張って、細谷さん。わ、気づいてないのか。気づいてないみたいなんで。細谷さんね、まだ自分のミスに気づいてないんです。応援してあげてください、皆さん。頑張れー。どういうこと？どういうこと、どういうこと。かつて行ったことのある国でしょ。もう私がなし、細谷さんがね、言っちゃダメだったの。まだ私がなしって言って正解ってなる感じだったの。あ、ごめん。かわいいね、これね。さで、細谷さんめっちゃ悩んでるじゃないですか。なるほど。これ見ちゃダメなやつ。そうですよ、あの、皆さんカンニングはダメですからね。ダメですよ。すみません、そちらの方まではちょっと行き渡らないので。ノブくんはほら、朝日さん大好きだから、しょうがない。好きすぎて見ちゃった。好きだったら見ちゃっていいんですか。セリザーが遅刻するなんて珍しいやん。どうなんしたん。すみません、所用が長引いてしまいまして。ようやく来たな、コルダファミリーにようこそ。これはお話しますと、僕が高校3年の時に、はいはい、友達が貸してくれた新機動戦艦なでしこという映画があるんですけども、それをね、友達が VHS で貸してくれたんですよ。そこにですね、僕が当時大好きな、今も大好きな、尊敬する山寺宏一さんが、北辰という役で、出演されておりましてですね、その北辰というキャラが、あれは誰だっけな、沖合さんのキャラかな、沖合さんの担当してらっしゃったキャラクターと、お墓で戦うんですよ。で、お墓で戦ってる時にちょっと自分がピンチになったら、天下は秋と、また会おうって言って、高笑いと共にボソンジャンプで、ボーンってなんかこう、ワープするんですね。うん。それを見た、むせちゃうほど。それを見た瞬間に、なんてかっこいいんだろうと。僕は、僕もワープがしたいと。
僕もワープがしたい。それを見てから僕はこの声優になろうと決めました。なるほど。なんだろうな。まあまあわかった。あれ真剣なのにな。いや、いいよ、いいよ、いいけど、なんか、ワープ一つに執着することもなかろうと思った。でもなんかよく言うじゃないですか、僕。なんかちょっと面白いと思って書いたところもある？ない。なんか、ロボットに乗りたいから声優になるとか、そういうのあるじゃないですか。僕はワープがしたかった。波動拳が打ちたかったからみたいな。そういうのじゃないです。真剣にワープがしたかった。真剣にワープがしたかった。うん、それでは、今週のゲストの方をお呼びしましょう。島本すみさんです。こんばんは、島本すみです。よいしょ、ああ助かる、どうしよう、どうしよう、ありがとうございます、ようこそいらっしゃいました。ファンじゃん。ファンです。いやもう僕は本当にクラリスが大好きで。わかるよ、わかるよ、クラリスが大好きで。みんな大好きだよ本当に。誰？泥棒です。泥棒さん、もうあそこ。おお、すごいよ。もう、もう、本人の前でするの、すげえぜ。ちょっと僕、全部やっちゃう。僕、ちょっと泥棒さんやるんで、します。何言ってんの、これやっていいですか、これダメですか、まあ、これダメですか。いや、お伺いしてごらんなさい。お伺いしてごらんなさい。あの、僕が下って降りてくるんで、はい、ルパンになって、下って降りてくるんで、はい、誰って言ってくださいませんでしょうか。わかりました。はい。じゃあ行きますよ。はい。下。誰？泥棒です。泥棒さん、うわー、どうしよう、どうしよう、どうしよう、本当にいろんな意味で俺はどうしよう、細谷よしのすというモンスターを、あー、どうしよう、寄せなくなっている今日は。あー、もう、あー、これもうやったやったわ。さあ、これを踏まえて砂本さん、はい、まあ、僕はもうね、お話もさせていただいたこともありますし、はい、一緒にお酒も飲んでますけど、星野良純という男、どうですか？とても楽しい人。すいません、本当に。はい。ということでね、皆さん、ぜひね、ちはやふるさん、よろしくお願いいたします。それでは、星野さん、最後に一言、カルタよろしさん。バイバーイ。バイバイ。本当にありがとうございます。話は途中で終わりますけれども、キクウシの皆さん7年目も引き続き空の冒険を楽しんでください。それではさよなら。